皆さん、こんにちは。ようこそキーパーへ。ここではキーパーの共有機能についてご説明いたします。この共有機能は、簡単かつ安全にあなたの記録を他のキーパーユーザーと共有していただける上、仕事仲間や家族と共有するには最適な機能とは言えます。記録共有を行うためには、キーパーの有料版にアップグレードする必要があります。まず記録を作成し、画面右下の端に共有ボタンがあることを確認します。共有ボタンをクリックすると、詳細画面に移り変わります。ここでは、共有管理者のメールアドレスと、その下にそれぞれ共有者のメールアドレスが表示されるかと思います。共有リクエストを送信するため、メールアドレスを入力するか、既存の連絡先から選んでください。共有管理者は、共有者の閲覧か、もしくは編集かを選択して、送信ボタンを押してください。既存キーパーユーザーは、共有リクエストをメールの受信ボックスで確認できるほか、キーパーアプリ内でも確認できます。リクエスト受信者が申請を承認すれば、共有記録を見ることが可能です。共有者への記録共有の承認は最初の1回のみとなります。共有者がキーパーユーザー以外の方には、キーパー登録の案内メールが届きます。無料キーパーアカウントを作成した後、共有管理者は確認メールをもとに、セキュリティのために再度共有手続きをする必要があります。それでは、共有者のアカウントにログインしてみましょう。ログイン後、承認か拒否を選択する案内が出ます。承認後、データボルトにその記録が表示されます。すべての共有情報では、共有アイコンが表示され、共有アクセス権の管理が可能です。閲覧下の共有者は、編集ボタンが無効となります。編集下の共有者は、記録編集が可能であり、編集内容は他の共有者全員に反映されます。共有管理者のみ共有アクセス権の管理が可能です。共有者は、共有ボタン自体は表示されますが、共有のプラス表示はありません。共有詳細画面では、共有者リストを閲覧できるとともに、共有アクセス権の確認が可能です。共有管理者は、再度ログインしたときに、共有リクエスト申請結果が承認されたことを確認できます。共有管理者は、共有者を任意の記録、もしくは全ての共有記録から外すことも可能です。以上でご説明を終了させていただきます。ありがとうございました。もし他に何かご質問がございましたら、お気軽に下記メールアドレスまでお問い合わせください。